はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ちょっとね、今日夕方も5時ぐらいからずっとね動画撮ってたんだけど、全然なんかこれだなっていうね試合にならなくて、なんかみたいな感じだったんですけど、どうしたらいいんですかね。もうこの試合をなんで無理やり絶対もうどんな試合でも動画にしますってやると、まあ、結構その動画なわけだからさ、本当だったらさ、なんかさ、その良かった試合だけお前動画にしてんじゃねえかみたいな話があると思うんだけど、もう僕言ってるからね、今この試合もう絶対動画にするから、どんな試合なんやでも、もうあの僕のありのままをね見せようかと思います。これはヌオー投げたい、無限ダイナも投げたい。ヌオーダイナアット1とかなんだけど、誰がいいかな。ブリザポスがちょっときついから、まあ、無道、レジエレッキはダイナで見れてるでしょ。ドラッパ考えると、特殊ドラッパ重いなぁ。かといってヌオーじゃ特殊ドラッパちょっと不安ありすぎるけど、まあ、ダイナから入ってヌオー置くのも確定で、まあラストこれ無道でいいよなぁ。白バド、ヌオーで見れないでしょ。多分ドラッパ物理だ。いやー特殊、いやわかんない。でも、ドラパもなんか壁張ってきそうなんだけど。レジエレキもいるけど。わからんわからん。でも特殊だ。いやー、ダイマックスがきついなー。でも、ラッキー考えると特殊でダイマックス切れるわけないと思うんだよなー。こっちの並び見れるまでは。ザシアンから来る。ザシアン裏に置いてくれるとね、いるのがわかるから、お得なんだけど。初手だったら全然美味しさないな。で、このザシアンのさ、と、ザマゼンタとさ、なんだっけ。ゼレナスか。あれなんかいるかいないか分かるバグさ、マジでなんか、僕めっちゃ好きなんだよね。なんでかってだって、使わないんだもん。使わないポケモンがさ、選出されてるかどうか分かる、その、デメリットっていうのもそんな最高じゃん。ザシアンも、ゼレナスもね、僕、多分使う機会ないから、そんな最高なルール他にねえよな、みたいに、いつも思ってるんだけど。はい。今日13から来る。これ次、ジャレジャレもう耐えないから、毒打ちたいけど再生しなきゃいけなくて。で、ドラッパルト出てくるとめんどくさいな。突っ込んでくれるのはいいね。まあこっちここ再生押さないあれがあるからね。あの、裏交代読みで毒とか打つ。ただそれやると、次でもうじゃれに投げれないから、それはまずいから、さすがに再生しなきゃいけないんだよな。多分90とかぐらいまで、190ぐらいまで回復しないと多分無理だよな。相手ここは絶対引いてくる。ここ100引いてくるけど、うん。回復するしかない、こっちは。ドラッパルトいる。で、ここラッキー考えると、絶対に打ってないと思うんだけどな。ダイマックス。なおかつ大草原も打ってない。流星群はまあワンありそうか。まあ、一回無道に引いとくか。炎技とか打つ場面ではないから、電気技もそうだけど。打つとして流星群か大ドラグーンか。ただこれでラッキーいないことバレちゃったから、次から大魔切れる話はある。大魔切ってきたね。危ねえ。なんだろうこれ。大草原だったらまあ打ってき、でもラッキー引かれてそれ裏目じゃない？あー、ドラグーンで、でも殺せないからね。結構裏目になると思うんだけど。おそらくこっち多分ヌオーとダイナ残ってれば多分いけるんだよね。ジェット、これ物理型だろう、絶対。ああ、全然入んないもんね。どういうこと？あ、あれか、ドラッパで突っ込んで突っ込めたらいいし、無理だったら、まあ裏のザシアン通るしみたいな感じなんかな。ダイマックス切る場面多分他にないから。ダイマックスめっちゃ適当に使えるのいいな。無限ダイナ。なんか、ダイマックスして強いポケモン別にいないからね。イベルタル入りは、まあ、イベルにダイマ切るか、その、ダイマックス切れば解決できる盤面を解決するかみたいな。で、ちょっと悩むけど。この構築マジでダイマックスいらねえな。そういうなんか、ダイマックスして強い人が、選手はいないから、マジでいらん。あと、何持って、ってるか見れるのはでかくて、第3打がある。ジェット、雷、竜舞とかはあると思うけど、3打は食らってもいいかな、一発耐えるし。
ホロー。ん？フルアタっぽいで、これ特殊なんだよな。でもジェット、わからんなー、型が。わからんなー。とりあえずダイジェットは一回通る。これただドラパ特殊だったから、めちゃくちゃ重いな。で、ドラゴンアローはおそらくあるでしょ？これね、結構まずいかもしんないな。チビになったから、こっから多分ヌオーで見れてるんだよな、一応。ホロー？サンダージェット。ホローサンダージェット。ドラグンナイトさすがにちょっと番組とかきつすぎると思うんだけど。フルアタ？とりあえずここ10万の場面だから、ここでネオ投げるか。引いた。あ、オッケー。めっちゃいい感じになった。最高の形になったね、これ。ザシアン、なんか噛み合った。毒入れたいけど。毒入れたいけどな。多分ドラパルトそうすると結構楽になるんだけど、一回ついてくるかな。毒打つか。 OK、 即通ったのでか。ドラパルト当ててお願い、マジで当ててお願い、本当お願い、マジのお願い。 OK、 当てる。ドラパルトにあとダメージ稼げれば、弾でしょ？一発で死ぬこと多分特殊型でもないんだよな、さすがに。再生で粘るか、ここを。シャドーボール。多分、7割ぐらいじゃない？オッケー。全然オッケー。これはいけるのでは？ヌオヒットポイント半分残せば、ドラパがいて死んでくれるなら、枚数有利で、こっち1枚捨てて、ヌオを投げて、対面から再生打ちに行く動き取れるから、ドラグンあるんかな。ドラグンあるんだったらこう打ちそうだから、一回無動引いてケアするか。あ、ドラグンっていうか、流星群。シャドーボレンダー、これ多分ないね。耐えないか。シャドボレンダかだったら再生でまだ良かったけど。まあ、玉ダメ入って、毒ダメ入るでしょ。これ、流星群でもまだ平気なんだけど、ラスト次第だな。ヌオでもう一旦粘ればよかったな。ダイナ投げて。ドラゴン技あったら、まあ、裏次第できつくなるのは変わんないけど。悩んじゃうな。どっちがいいかな。ヌオーから入って。いや、裏に多分無限大な引きで間に合うんだよな。もう一体ドラッパと何かによるけど。まあ、ザシアンじゃない方。ここで見れるから。再生から入っていい。やっぱないっぽいね。流星群。で、こんだけヒットポイント残せれば、だいぶ。あんま入んなかったね。2発目。いや、交代際に毒入ったのが本当にでかい。ラスト誰だ？こうザシャンからは絶対入らないから、ラストが見れるはず。ウラオス。釣られた瞬間即きつくなる。けど、ダイナ引くしかない。でか、これあれだな、相手どっかで引けるから。あ、タスキとかなんかな。まあいいや、勝ったから、オッケー。もう一戦やります。はい、じゃあ、そまつけで2戦目やっていくんですけど、これワンチャン3桁チャレなんだよね、今の、あれ的に。で、これは抜け人でゼレナス見たい。あれ？この TN 前さ、僕殺されなかった？ちょっと、肩、わかるかもしんないわ、これ。記憶が、残ってれば。いや、違うか。いや、わかんない。これなんか僕殺された気がするんだよ、名前。いや、ゼルネで殺されたんじゃない、普通に TOD で殺されたんだっけな。だ先日、ダイナ抜け人無動以外多分できないから。
ヌオーはそんな重いってほどでもないか。ダイナー、抜け人、ヌオーでいい。いやー、無道じゃなきゃさすがに無理あるよな。ラッキーどうしよっかな。いや、抜け人投げてると、でも相手受け選手だった時に、いや、受け選手ってでもダイナに強いやつがいないから、多分、あんま成立しないでしょ。こっちラッキー投げてもヌオー投げても押せるから、無道か。ラッキー投げても無道投げても押せるから、相手から引かなきゃいけないわけで。いやー、ヌオー欲しいなー、めちゃくちゃ。めちゃくちゃヌオー投げたい。ヌオー投げたいなぁ。ランドロスに対して。でも、ダイマに。いやー、ランド考えたらさすがに無駄なんだよな。いや、本当に当たった気がする。この TN でも。マジで。なんか、確か、このリーグカード見たことあるっけな。いや、わかんないわかんないわかんない。でもなんか僕が殺されてる。多分当たってたとしたら僕が殺されてる。ゼルネから来る。まあ、型次第なんですが。ジオコンから来るよね。間違いなく。まあでも毒入れていいか。抜け人殺せるやつだったかもしんない。殺せないやつだ、多分これ。あ、わかんない。ドラゴン技読んで、一回引いてる話はある。ランドスカフ、いやー、これだったら身代わりから入りたかったなー。引きあるんだったら。ジオコンに身代わりして、次毒、いやー、大フェリー撃たれるから、多分きついんだよね。だどの道初手毒しかなくて、これ第6撃ってくるんかなぁ。第6撃たれた後が、ゲロだけど。あー、まあ、さったら無道捨てればいいか。抜けに生きるな。いける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 。第6撃ってゼルネ着地して崩しに来るパターンは、こっち抜け人でケアできるので、多分良くて、まあ、そもそも抜け人を殺せる方だった場合だけ気をつければいいかな。ああ、剣舞なら無道引いてないとまずかったから、これで OK で。こっちダイマックスザゴなのバレてるから、相手どこでダイマ切って殺しに来てもいいんだよね。鉄壁とりあえず張って、エッジ、まあ、あくまでも崩す方を狙ってると。ここはきっちり処理しないとさすがにまずいかな。ただ毒は入ってるから、相手視点ね、怪しいけど。だラムじゃないんだよな。でも弾でもないでしょ。わかんないけど。ダイマ切りてえ。めちゃくちゃ。行くか。ダイジェット。引いたー。引いたんだったら、羽とかでよかったけど。あー、世界一裏目になっちゃったなー。最低最悪なことになった。いやー、もう一回丁寧に羽、いやでもサンダーはどっちみちきついから。しょうがないね。これダイナよりラッキー投げてたよ。よかった話ある？サンダー考えると。ダイナがそもそもいらなかった。いやー、わかんないわかんないわかんない。わかんないけど、ランド削れてるから、こっから TOD になるのは？あーでもこっち抜け人だから無理だな。いや、まあでもサンダーの方によるか。まだ、あるかもしんないわ。タラップ？あ、じゃあ、悪鬼か。悪鬼多分火力ないでしょ？ S は早いかもしんないけど。いやーこれラッキー投げてたら多分、ヌオーいないと、相手のヌオー重すぎるよね。誰いてもヌオー重いわ。ダイナいないとさすがにやっぱ無理だ。ヌオーが重いって意味わかんないけど。ねえ、ここ、ダイジェットは大丈夫なんだよね。だから、とりあえず、引いていいと思うんだけど。で、ランドロス多分毒で死んでくれるから、粘ればいいでしょ。ダイジェットここ、撃たないでほしい。身代わり。それあんま良くないけど。こっちも身代わりかな。ターン数さえ、
打ち合えれば多分いけると思うんだけど。身軽張って、羽から来る。マジフレ一発で割れてくんないかな。それだと多分もう勝ちなんだけど。ゼルネソンで多分、抜け輪無理なわけでしょ。だから周りで多分 TOD するか、抜け輪殺してからゼルネ通す動きしか多分取れないと思うんだよね。で、身代わりが一発で割れるか二発かかるかなんだけど、一発で割れない。ここ相手こっから身代わり連打してきそうだけど、再生押すか。で、暴風だと身代わり一発で割れちゃうんだけど、こっち、身代わり連打で待てるから、で、放天とか打ったら身代わり割れないし、それで有利なんじゃないかな。あー、はいはいはい。やってくるよね。ここで、マジフレ打つか。身代わり張り直されたらもう一回こっちマジフレ打てばいいから、そんなきつくない。っていうことで、ここ、できれば違う技をしてきてほしいんですけども、まあ、身代わりだろうね、おそらく。ああ、そうだよね。まあ、もう一回マジフレ押して、ただ身代わり巻いて貼れる回数に限度あるからな。暴風でしょ？まあまあまあ、そろそろ当たる頃ではあるけど、よくて。さすがに割れるんだよね。ああ。ああ、一発で身代わり割れないのちょっときついけど。まあ身代わり押すしかないね。いや、ここのターンマジフレだったかな。ああ、今のターンマジフレだったね。多分いけてた。ああ、でもそうするとその後がきつくなっちゃうか。大ジェット切られた時が怪しくなるね。まあ、とりあえず身代わり連打で。だから暴風も枯れるでしょ？無限大のプレッシャーめっちゃ生きるけどな。はいはいはい。ここ再生もしたいけど。まあ、さすがに再生しなきゃダメか。いやー、ここ相手身代わり押さないん、いやー、わかんないな。でもこれ枯れること考えると相手も多分きついっていうか引かなきゃいけない。オッケーオッケー。3桁乗ったかな、サブロムも。乗っててほしい。前殺された人じゃない？多分気のせいだな、僕の。なんかそんな気がしただけで多分全然当たったことない人だと思う。順位が、多分乗ってたんじゃない？結構上だったから。3桁乗ったと思うけどな。届かないね。まあまあまあ。また次回頑張ってきます。お疲れ様でした。